僕はいつだって自分自身を嘘で固めてばかり。誰もが言うや世界で一番の臆病者だって。そんな僕には何にも信じられるものなどなくて、歩き続けてここに来たことの答えを探してるのさ。足りないものを導く景色を飛び立たすぐだだ求めるべきはきっと得たよね。そうだろう。何度言われようと僕は構わないです。それは自分が決めたことだから、どんな言葉だってただ伝えたんです。今にはなきゃ後悔するから。答えに正解はないけど。